小説「利休になった日」第49話前回までのあらすじですふと目覚めると千利休になっていたここは1590年の京都平成時代から何人もの人がこちらに来ているという千利休になって5日細川邸で玉子こと細川ガラシャにゃ福くさばきに続き茶金の扱いを習ったそれにしても細川殿と古田殿は本当に仲がいい共に 未来人を助けるために戦っている同志なのだろう今日の負けは晒し邪金と茶釈セタについてです第1章千里宮としての船で第5節亭主第5の5節茶碗の清め方割稽古未来人東洋坊朝鮮について私そういえば未来から来た人にはどんな方がいたんですかは川では東洋坊朝鮮殿の話をしましょう 未早乙女瞳と入れ替わったのは1585年2月です。1598年まで生きてもらう予定でしたが、2年前の1588年に巧妙に毒殺されました。古田、渡月橋が単身になられて再建されたと聞き、一人で見に行ったときのことです。川辺で呆然としている僧侶、東洋部を長世殿を見つけました。利休殿の弟子として共に茶道を学んでいた仲だったので、声をかけたのですが。 私、古田殿のことが分からなかったとそか、古田殿は東洋坊長勢殿が未来人と入れ替わったことに気づき彼を私のもとまで連れてきてくれましたそして古田殿と二人で利休殿に怪しまれない程度の茶人へと育てます古田未来人早乙女瞳は女子校の茶道部部長で簡単な手前はすでに身につけていました 墨の起こし方に感動したのか墨の組み方をよく私に質問しては自分の寺である京都新庄堂の炉でいろいろ試していたようですそして1587年11月1日の北の第3の絵を迎えますそれは些細なことでした小坂長生殿は旅を履いて茶会に参加したのです 利休殿に注意されすぐに旅を脱ぐのですが翌日から命を狙われ始めます最初は健在が倒れてくるなど事故死に見せかけようとしたみたいですそのうち数人の浪人に囲まれるのですがたまたま通りかかった瀬田家紋殿に救われます瀬田殿は東洋部を長税殿に夜は出歩かないようにと言っただけで何も聞かなかったそうです私かっこいいですね古田そうですね その後、私と細川殿の他に、瀬田殿も新宿近くを見回っていたようです。しばらくの間、直接的な襲撃はありませんでした。翌1588年2月、炉の前で倒れている長瀬殿を寺御所が見つけます。長瀬殿の遺体は、侍どころが調べ、死因不明なまま仮装されます。細川。 香に毒が入っていたようで、長蔵殿の遺体には、生産ガスで死亡した場合にできる鮮やかな紅色の市販が出ていました。この安土桃山時代に本来、生産ガスは存在しないはずです。兄、山田一郎が何らかの方法で長蔵殿の香に再興したのでしょうね。香は燃えてなくなるため証拠も残りません。私、香を炊く時も注意が必要なのですね。細川。 というより、甲の管理に注意してください。練り甲は自分で作るか使わない方が良いでしょうね。私が暗い雰囲気になりかけた時、古田は茶碗の清め方について説明を始めた。古田、では茶碗を茶菌で清めましょう。茶せんと茶尺は使えませんので、こちらに置いてください。茶碗から茶菌のふくためを右手で取り、親指で茶碗の外になるようにして、 茶碗を茶碗の縁にかけます。茶碗の縁を茶碗ごと親指と人差し指で挟み、残り3本の指を軽く添えます。左手は親指を縁に、残り4本の指は広大にかけ、茶碗をしっかり持ちます。私、持ちました。細川、リキュードのしっかり持つとは言うものの、あまり力は入れすぎず、自然体で持ってください。それ 茶巾を手前に3回半回し茶碗を清めます正面を正し茶巾を抜き取ります茶碗の底に茶巾を当て向こうから手前に3分の1手通り親指を逆手にして茶碗の内側を拭きますこの時裏千家ではひらがなでイリと書くように茶碗の底の外側と内側を拭きます多流派ではひらがなのユと書く場合もあります どちらか茶碗をしっかり清めることが大切です。最後に茶菌を介して最初の形に戻し、茶碗を右手に持ち替えて膝前に置きます。今日の負けは、晒し茶菌と茶尺、セタについてです。まず、晒し茶菌というのは、洗い茶菌とも言います。えーまあ、平茶碗に、えー、と茶菌を晒して、まあ 夏場でしょうかね、涼しげな印象を与えるお点前となっております。でこれの、まあ、逸話というよりはあの由来ですかね、最初の頃に、世鷹門がこのお点前を作ったという形になります。でこの世鷹門、まずあの、高校来の皿のような見事な茶碗を所持していたというところから始まります。 で利休に、えー、とこのお茶碗に名前を付けてくれ、る、ま、ら、あ、平皿なんですけれども、平茶碗なんですけれども、それであの湖というふうに名付けるそうですで、えー。利休はわざわざこの茶碗のために茶尺を削って瀬田に渡しますそれの名名を瀬田という,ふうに名付けます。 でこれ何かと言いますと湖の名はあの瀬田が地魚を持っているあの、まあ、滋賀県ですね、今でいうそこにあの琵琶湖がありますのでその湖をになぞられてそして瀬田の名というのはその,あの瀬田に橋がかかっているんですけどもその瀬田の唐橋というものを、えー、と瀬田というふうにしてあの名付けるそうです。 でこの瀬田という茶尺、すごい長いんですね、えー、と実際18センチぐらいあるんでしょうかねで、通常ですと16センチぐらいですので、まあ、あの2、3センチ長いのかなということになるかと思います。それから、えー、とその後、この茶碗を用いて、瀬田家紋は、えー、と茶会を行います。 でその時の茶会のお手前が、この晒し茶菌の元になるものなんですけれども、茶金は端縫いをしないままで使用し、出まいの時天目の手前のように茶金をさばくということをしたそうです。で、これを見た利休が、あ夏にはすごく涼しげでいいねと。 いうそうそなんですけどまあ、もう一言あの冬場にはちょっと寒ざんしててだめだねっていうような言い方もするそうなので、えー、とそれ以来、平茶碗は夏場に使うものであるという,ふうなことがあの流やるというかそういうふうな形になるそうです。 それと、あの瀬田についてなんですけども、あの瀬田家門、自分で、えー、と茶色を削るときはいつもこの大ぶりの茶色を作るそうですね、かなり長いものばかり作っていたそうです。で現像しているものもあの1 9センチぐらいのものがあったりとかします。でリキュも あの実は依頼されるんですねあのセタのような長い茶尺をくれみたいなことをあのいろいろなお客さんというかあの茶人から言われるそうで,であのどういうものに使うのって聞いた時に、まあ、茶会とかそういうもので使うんですよっていう人にはちゃんとあの長い茶碗を茶碗に合う茶尺を削ってあげたりするんですけども利休先生のものが 欲しいからとかいういわゆる収集家みたいな人には、まあ、適当なものを削ってあげたというような話もあります。えー、これは全て南方録に載っている逸話になります。えー、次回第5の6節、茶入れ、私服の扱い、割稽古、結び」についてです。お楽しみに。